アレクサンドル・ダーレ・オーエン、アレクサンドル・ダーレ・オーエン、アレクサンドル・デイル・オーエン、IPA、1985年5月21日から2012年4月30日は、ノルウェーの水泳選手。アレクサンダー・ダーレ・オーエンとも表記される。また、性は、ダーレ・オーエン、応援と表記、呼称されるものもある。なお、デイル・オーエンは、父母それぞれの性である。 クラブベストコントバマーンを代表した。2008年の欧州水泳選手権での金メダルは男子の長水路による国際大会での初めてのメダルをノルウェーにもたらした。国際的なブレークは2005年世界水泳選手権の100メートル平泳ぎで7位になったことから始まる。同年12月の欧州淡水路選手権で59秒05のタイムで4位となり、 当時のノルウェー記録を更新した。これにより、彼は100メートルを1分未満で泳いだ、最初のノルウェー人となった。2ヶ月後のノルウェー淡水路選手権では58秒81を記録し、年間での世界最高記録となった。上海で行われた2006年世界、淡水路選手権では100メートル平泳ぎで、オレグリソゴール、ブレントン・リカードに次いで銅メダルを獲得。 男性ノルウェー人初の水泳の世界選手権でのメダル獲得となった。4ヶ月後の欧州水泳選手権では100メートル平泳ぎで銀メダルを獲得1分00秒63でノルウェーの超水路記録当時を更新した。ヘルシンキで行われた2006年欧州淡水路選手権における100メートル平泳ぎで淡水路では初のメダルとなる銅メダルを獲得。 タイムも58秒70で自己最高記録、当時であった。超水路の2007年世界水泳選手権では、予選では全体2位、ノルウェー記録の1分00秒34、準決勝では全体3位のタイムを出したが、決勝では1分01秒以上かかってしまい、メダル獲得はならなかった。2007年欧州淡水路選手権で、またも決勝より準決勝で、 高タイムというゲートをやってのける。準決勝では58秒60という個人ベストを叩き出し全体でも2位のタイムだったが、決勝では1位から0秒24遅れる58秒81で5位に終わった。しかし、2008年の欧州水泳選手権を制覇した。予選では1分00秒11のベストタイム当時を出し、準決勝も1位通過。決勝では、 ヨーロッパ記録となる59秒76、当時で、ユーグ・ディボスオレを0秒0に上回り優勝した。2008年の北京オリンピック、100メートル平泳ぎでは、予選は59秒41で、自己記録、当時と、オリンピック記録、当時を更新し1位通過、準決勝でも当時の世界記録59秒13に、迫る59秒16と記録を、シンバ1位通過、一躍。 北島康介の連覇を阻むダークホースとして世界的に認知されることとなる。決勝では59秒20でさらに記録を伸ばすことはできなかったものの北島に次ぐ2位となり、ノルウェーに初のオリンピック競泳競技のメダルをもたらした。2011年に上海で行われた世界水泳選手権の100メートル平泳ぎでは58秒71で優勝し、ノルウェーに 大会発の金メダルをもたらした。決勝が行われた2011年7月25日は、ノルウェー連続テロ事件が発生し3日後であった。ゴール後にスイミングキャップのノルウェー国旗を指さした彼は、後のインタビューで、僕たちは団結している必要がある。今は当然、事件のために、故郷の誰もが呆然としている。僕にとって、重要だったのは、ここ、中国にいる僕も、 同じ気持ちでいることを象徴的に示すことだったと語った。しかし2012年4月30日、合宿先のアメリカ合衆国、アリゾナ州、フラッグスタッフにて休止した。ロンドンオリンピックでは100メートル平泳ぎにおける金メダル最有力候補で開幕3ヶ月前のことであったため、日本でも大々的に報道された。死因は心臓冠動脈の凝血による 心臓麻痺で、ホテルの浴室で倒れているところを発見され、搬送先の病院で死亡が確認されたという。死亡当時、彼の正確な死因は不明であり、一体については、現地、アメリカの医療機関にて長期間に及ぶ詳細な解剖が行われることになった。その結果、彼の正式な死因が、アテローム性肝動脈疾患と判明したことが6月12日。 日本時間では6月13日に発表され、複数の通信者を通して世界各国に報道された。その記事の内容は通信者によって相違点があるが、いずれの記事においても彼が以前から重い動脈効果を抱えており、それが心臓麻痺の直接の要因であったとする見解は一致している。アップフ通信や時事通信によると、 彼は休止する1から2ヶ月前にも軽い心臓の発作を起こしていたという。また、ロイター通信によると、この症状は遺伝性のもので、彼の祖父も心臓病のために42歳で休止したと、されている。標高2000メートルを超え、コーチトレーニングのメッカと呼ばれている、フラッグスタッフがオリンピック選手の死で動揺させられたのは、過去5年で2度目となる。二千七年十一月、 米国のライアンシェイ選手もここでコーチトレーニングをした後でニューヨークで行われたオリンピックのマラソン代表選考レースの途中で倒れ心臓発作で死亡した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。